どうも、モナミです。大阪デイ3でございます。今日はおばあちゃんのお墓参りに行って、その後奈良を少し観光しようと思っております。スーパーにしちゃすげえかっこいいね、ここね。ここでおばあちゃんのお墓に備えるものを買っていきます。私、お墓参りって人生で一回も行ったことがなくて、記憶の限りだから、何をすればいいのかとか全然わかりません。もうなんかドライブしてるだけでめちゃめちゃ奈良に住みたいって思っちゃいます。こんなに緑たくさんあるの、奈良って綺麗すぎません？こんな自然豊かな場所で私も幼少期過ごしたかったな。まあ田舎出身なんですけどね。メモって何のメモ？場所？それなんかなかった。片っ端から探さなきゃいけないじゃん。親子3人で手分けして一列ずつ練り歩きました、お墓の中を。そしておばあちゃん見つけました。あとさ、お墓にお供えしたものって食べていいんだね。その後びっくりしちゃった。お供えしたのに食べるのこれみたいな。まあ衝撃を受けながら法隆寺の方にやってきました。無料駐車場が空いてなかったのでここに止めて、なんかね、割引券もらえるみたいですね。はい、どうも。ありがとうございます。隣の300円の駐車場空いてなかったからさ、こっちの500円の駐車場に入れました。なんか買えば実質200円で駐車できたことになるから、まあお得っちゃお得なんですけどね。もうここ法隆寺って呼んでいいのかな。立派な門構えがあって、法隆寺ここから入れんのかな。うおー綺麗、こんなんなってんの中ね。ほんとだ。これはあの何、昔の武士の時代の撮影に向けて山がね住みてー見えた、ここだ。配管券受付って書いてある。そうなんだ、取るね取るね。いやおいくら取ら、おいくら払うんでしょうか。中学生のこっち来た？それだって修学旅行京都と奈良だもん。そうか。いつ？中学？中学。あ、じゃあ来てるの。法隆寺はさすがに来てる。京都奈良、法隆寺と東大で。おお、お父さん。一号だ。一号。ああ。どこか向こうのあのほら、あそこのあの薬師如来。いやいやいや、いいんだけど、飾りに行って。私も靴に小石入ってる。え？小石靴に入れたまま歩いてる。取っても切れないもん。中学生の頃に一回来たはずなんですけれど、修学旅行で、まあ何も覚えてないですね。見事に覚えてない。中学生なんて興味ないじゃないですか、歴史的建造物なんて。私だけかもしれないけれど、私は興味なかった。とにかく夜に友達と遊ぶのが楽しみで、何にも覚えてない。最近ね、中学校のその修学旅行の写真見たんですけれど、私がね、誰と同じ班だったのかもわからないくらい、いろんな人の部屋に行ってるらしき写真があってね、びっくりしました。あ、こんなにもうクラス関係なくね、出張してたんだなって思ってびっくりした。まあ、それは写真見て思い出したことなんですけれど、よく覚えてるのがね、私就寝時間過ぎた後も違う子の部屋に行ったんですよ。隣の女子部屋にもう一人の女の子と行ったんですよ。夜喋ろうって言って約束してたから。で、案の定夜見回りの先生が来て、モナミみたいな、もう一人の子の名前も呼ばれて、いるのは分かってるぞ、出てこいっつって、ほんでその後夜な夜な廊下でずっと正座をさせられるっていう罰を受けました。これ何、モミジじゃないの？それがさ、触れてその茶色になって落ちるんだよ。へえ。それをプッてあれ、くる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 っと回って、
くるくる回って落ちるの。モミジの実か。何これ、かわいい。なんだっけな。ピンク色でかわいい。お食事どころがいいじゃん。そうだね。あ、違う。いいんだよね。そうだろ。はい。あ、そうだ。はい。うどん。か。冷やし山菜がいいな。冷やし。山菜たくさん乗ってますね。あ、本当だ。なんかすごい、うん、美味しい。甘っ、うん、なんピリ生姜。あとお姉ちゃんそれしてないし。だろう。ザルそばです。うん。ザルそば、ザルそば、南のネギ焼きってことだろう。たこ焼き、たこ焼き。どの辺にあるの？ザルそば、ザルそば。うどん、うどん、うどん。どう？関西人っぽくなってきたなってる。うどん。うん。分分何でもいいから言って。冷やし山菜うどんにしよう。冷やし山菜うどん。あ、冷やし山菜うどん。そんなきついわざとらしい。これはわざとらしい。わざとらしい。わざとらしい。豆腐ミルク。豆腐ミ、お母さん豆腐ミルク関西弁で言って。関西弁。豆腐ミルク。豆腐ミルク。もう関西弁じゃない。チ。さっきのソフトクリームが360円って書いてあって、だね、うん、思わずあコストコもっと安いやと思ってコストコ、うん、もうそういう比較が出てきたらもう買えないね。イケアなんて50円じゃん、うん、あ、またおならしてる。こうさ、通りすがりにおならしていくのはやめてほしいよね。どうせだったらそっち行ってからおならすればいいのに、こっちに来てプッて言って向こうに行く。疑われるね。昨日もここで乾かしたの？うん。あれ？何あれ？絆創膏？にゃんこ。やっこ。じゃがいも玉ねぎ1個。そっか、あんじゃん、でっかい1個が。これ250円。長崎さん100グラム59円。高い？いや、新玉だから。ね、ああ、じゃはないんだって。ジャワカレーがないの。あった？やったー、ジャワカレーだ。これも2018年から19年でしょ、切れてるよ、ケア。いや、使えへんから。いや、使えへん。もうダメ、酸化して。姉ちゃんに来た時にこうやってくれたんやから。いつのだっけ？卵焼きでつでももう、油引かんでもいけるからな。うん。それやっぱ引いて、油引っこってへんけど。うん。次の賞味期限切れてたらもうあかんやん。いや、油も関係ないと思ったのに。そんなバカな。